アメ車ワールド公式 YouTube チャンネル、いつかは欲しいアメ車の番外編。今回はですね、メルセデス、メルセデス AMG C クラスステーションワゴンの C63 ステーションワゴンです。でこちらを紹介します。排気音すごいいい音がしますんで、ちょっとですね、エンジン音、排気音を聞いてみたいと思います。こちらですね、今回紹介するベンツなんですが、正式名称メルセデス AMG C クラスステーションワゴン C63 ステーションワゴン、まあ長いですね。現行の W205S205 ベースの、まあ、ハイパフォーマンスモデルなんですが、こちらのモデルから AMG は独立したブランドになってます。で W204S204 までは、ハイパフォーマンスグレードとして C63 存在したんですけど、今はメルセデス・ベンツの C クラスは切り離されて、メルセデス AMG としてこちらの車両は販売されています。でまだですね、ちょっとプライスボードとか入ってない、入ったばっかりの車だそうなんですが、現在の価格578万円でですね、こちらの S205 ベースの C63 ステーションワゴン、新車価格1300万円超えてます。でこちら2017年モデルなんですが、3年落ちで、走行距離がですね、まだ1万6000キロぐらいだったかな、大して走ってないのに半額以下で、これめちゃめちゃ安いんじゃないかなと思ったんで、撮影させてもらうことにしました。で、まあ、あともう一つですね、C63 なんですが、このモデルから、まあ、ダウンサイジングっていうわけじゃないんですが、排気量4リッターに、縮小されて、代わりに下級機ツインターボついてます。でこのツインターボの C63、僕乗ったことなかったんで、まあ、せっかくなんで取材がてら乗らさせてもらおうと思いまして取材に来ました。じゃあちょっとエンジンを見てみます。はい、こちらですね、まあ、この車の最大の特徴、4リッター V8 ツインターボエンジンですね。で、まあ、もう C クラスのコンパクトなボディなんで、エンジンルームキツキツで、先代204ベースの C63AMG は排気量 6.2 リッター、まあ、63っていうぐらいですか、 6200cc 超えた V8 だったんですが、約3分の2以下、4リッターですね。 V8 4リッターのツインターボで、ただし排気量は縮小されましたが、ツインターボをつけたことで、パワー、トルクともに大幅にアップしてます。まあ大幅っていうこともないかな。スペック的には476馬力で、トルクが 66.3 キロ。まあこのコンパクトなボディに対してはとんでもないパワーですね。でこちらですね、まあ先代もスポーティーなモデルではあったんですが、
もうこのツインターボになってからもうちょっとステーションワゴンの範疇を超えてるぐらい速い車になりました。で、まあこちら、まあ見た感じ3年落ち多少使用感はあるんですが全然綺麗ですね。で、まあディーラーものできちんと整備された車ですし整備状態も良好で、まあ特にエンジンは何にもなさそうですね。はい、では次はですねタイヤホイール見ていきます。ホイールはですね純正の19インチでタイヤサイズは、フロントが245-35/19になります。で、まあ、あとはこちらブレーキですね。まあ、AMG っていうとスポーツサス強化ブレーキハイパフォーマンスエンジン、まあ、この辺セットなんですが、まあ、すごいごっついキャリパーでドリルロローター、まあ、ストッピングパワーはすごそうですね。で245、まあ、そんな太すぎずちょうどいい感じですし、まあ、タイヤはですね結構まだまだ溝ありますね。これなんかもしかしたら1回タイヤ変えてるかもしれないですね。でタイヤは今ファルケンついてます。はい、でリアも純正の19インチの単造ホイールですね。でこちらきちんと AMG の刻印が入ってます。でフロントと同じ19インチなんですがリアはタイヤサイズが265-35/19で扁平率変わってませんので、フロントとリアで、異形ですね。リアのタイヤホイールの方が外径大きくなってます。でリアもきちんと AMG のロゴが入ったブレーキでスリットとドリルドが両方入った大きなローター。まあブレーキは昔から AMG はがっつり効くんですがこれも性能高そうですね。はい、であとですね外観上で目立つのはこちらサンルーフですね。なんかすごい大きいんですが、パノラミックスライディングルーフだったかな。でこちら大きなサンルーフがついてます。でルーフレールがですねクロムメッキなんですけどすごい綺麗ですね。はい、であとですねエンジンと一緒にもう一つこちらの車、まあすごいいいなと思うのがこちらの AMG のブレーキで、ものすごいこちらのマフラーいい音がします。でもともと C6 さん先代モデルまでもスポーティーで迫力のある音がしてたんですがツインターボ下級機付きになってもうこちらの排気音かなり変わりました。でこれは後で聞いてみたいと思います。はい、それではですねインテリア見ていきます。はい、シートレザーシートですね。ブラックとホワイトのコンビネーションで、ホワイトの方は、まあ、外装のダイヤモンドホワイトにすごい近い感じの色で、まあ、おしゃれですね。で、まあ、AMG の63、C63 先代モデルもそうだったんですが、通常の C クラスに比べるとこちら、サポート性とかがすごい良くなってます。で、まあスポーツ走行用のバケットシートほどじゃないんですけど、まあ、少々スピード出しても体が振られないようになってますね。で、まあ、当然あのシートの、ヒーターとかベンチレーションも装備しております。はい、はい、それではリアシートを見てみます。はい、こんな感じ。今ですねフロントシートをヒーシャーのドライビングポジションに合わせてるんですが、まあ、普通に足元余裕ありますね。まあ、大人4人楽勝、5人乗れないことはないです。でこちら205になって、C クラスベースになってる C クラス初めて全幅1800ミリ超えたんですが、まあ、乗った感じ204に比べて極端に広くなった感じはないんですがやっぱり少し広くなったかなっていう感じはしますね。でリアもこのホワイトとブラックのコンビネーションで、こちらですね、はい、でこちらですね C63 なんですがメルセデス AMG、まあ、現行205ベースのモデルになってからかなり質感やっぱ上がりました。でこの辺のですね、パワーシートとか、パワーウィンドウのスイッチの感じ、まあ、どうでしょうシルバーメタリックというかビレットなんですがなんかすごい
光沢を少し抑えた感じで高級感ありますね。でこのスピーカーの処理なんかもちょっと変わりましたし、あと一番変わったかなと思うのはこのウッドの処理ですね。でこれはですね、触るとちゃんと凸凹があるんですが、何でしょう、無垢のウッドを木から削り出しているような感じで、作り物っぽさとかその、アフターのウッドパネルみたいな。であとですね、こちらのレザーの感じなんかも、派手さが抑えてあってすごいいいですね。でレザー、ここのスウェード、ウッドで、ここのビレットの感じ、コンパクトか、コンパクトっていうか C クラスなんですけど、 S クラス並みの高級感ありますね。はい、次インパネですね。まずステアリング、かなり太めなんですが、 D 型、スポーティーな D 型のステアリングで、このレザーのコンビなんですが、これですね、すごい運転しやすいです。で、あとこのパドルシフト、右がアップで左がダウンなんですが、このビレットの感じとか、このダウンとかのロゴもすごい、質感が高いですね。で、この辺のそのレザーとかステッチの感じもすごくいいですし、全般的にすごい高級感ありますね。で、高級感もありながらもスポーティーで、これはもうなんか本当にいい感じですね。はい、であとこちらセンター、こちらのウッドもドアパネルのウッドと一緒で、こうなんでしょう、マテリアルというか、ちゃんと削り出した感、ちゃんと手触り違います、この模様に合わせて。で本当に無垢のウッドを削り出したような感じ で光沢を抑えて、本当に木の感じがしっかりしてて、これはいいですね。でこの辺の作りは本当この型になって格段に上がった感じがしますね。はい、じゃあちょっとエンジンをかけてみます。はいはい、であとですね、こちら 12.3 インチのタッチパネルディスプレイで、この辺のモニターの感じとかもいかにも今の車ですね。で、こちらのダイヤルとかでも操作できるんですが、何でしょう、パソコン感覚ですね。はい、それではですね、こちらまず走行距離、出てるな、16,194 キロ、2017年モデル、今2020年で3年落ちなんですが、16,194、年間500キロぐらいですかね。で17年モデルで16,000キロの走行距離で新車販売価格の半分以下、これはやっぱりお買い得感高いですね。はい、でこちらですね、このモデルになってから前モデル以上にタコメーターの動き方というか、エンジンアクセルレスポンスがすごい良くなってます。で、ちょっとこれもう一目瞭然なんで、ちょっとアクセルを煽ってみてみたいと思います。はい、もうですね、音というか動きというか、もうほとんどスポーツカーですね、感覚的には、ハイパフォーマンスなステーションワゴンというよりも、ステーションワゴンの形をしたスポーツカー、スーパーカー、そんなイメージですね。はい、それではですね、2017年モデルのメルセデス AMG C63 ステーションワゴン、試乗させていただきます。これドライビングポジション、ステアリングも含めてすごく事細かに調整できるんで、これはいいですね。はい、それでは試乗させていただきます。車両なんですが、スポーツプラススポーツコンフォートありますが、とりあえずスポーツでいきます。はい、じゃあお店の周り軽く走らさせていただきます。でこちらですね、トランスミッションは、
7AT、 こちらセレクターレバーで、切り替えします。はい、まあ、乗り出しは特になんてことない普通の C クラスのステーションワゴンと変わらない感じですね。ただ車高はやや低い感じで、やっぱステア、サスペンション気持ち固めですね。19インチタイヤっていうのもあるのかもしれないですけど、ノーマルの S205、通常の C クラスステーションワゴンよりはやっぱ少し硬い感じはありますね。ただ、ゴツゴツとした不快な感じはないですね。で、すごいスポーティーなエンジンなんですが、アイドリング状態はもう本当に静かですね。まあ、ちょっと混んでるし、売り物ですんでそんなに踏めないんですが、普通にちょっと試乗させていただきます。ここですね、路面あんまり良くないんですが、まあ、全然突き上げとかもないですし、乗り心地いいですね。うん、普通に乗ってる限りはとんでもないパワーがある、C63 っていう感じはしないですね。で、やっぱボディコンパクトなんで運転しやすいですね。この先に事故多発地帯があります。はい、じゃあここから少しすくんで軽く踏んでみたいと思います。これですね、踏むとものすごい加速します。これ気をつけないとあっという間に法定速度オーバーしちゃいますね。あ、やっぱボディコンパクトで足しっかりしててものすごいパワーあって、まあ、使い勝手のいいステーションワゴンなんですが、これ十分に日常のデイリーユースの道具として使えますし、これいい車ですね。で、578万円、決して安くないんですが、まあ、元々1300万円以上したプレミアムスポーツワゴンっていうことを考えると、たかだか1万6000キロ走って3年落ちぐらいで半額以下ってのは美味しいですね。で、今の状態であればもうその新車時のしっかり感も味わえますし、まあ、この辺お金に余裕がある人であれば本当に使える道具として、また長距離の、ロングドライブ用としてすごいいいんじゃないですかね。こんだけ力あればもう名古屋でも大阪でもすごい楽だと思います。これすごいいいですね。こちらのパドルシフトもですね、すごい反応いいですね。うん、これ楽しいですね。はい、じゃあお店に帰ります。これめちゃんこ速い。これは楽しい。
こちらですね、2017年モデルメルセデス AMG C63 ステーションワゴン578万円。まあ良かったですね。やっぱりエンジンすごいです。4リッターツインターボ、ものすごいパワフルですね。これ例えばキャデラック ATS-V の V6 ツインターボなんかに比べて もう圧倒的で、まあ、正直アメ車好きの筆者が500万円以上出してこの車買えるかってなるとちょっと微妙なんですが、メルセデス好きな人であれば新車価格1300万円超えるこの現行 C63 ステーションワゴンが578万円、すごいいいと思います。まあ、この車光年式ローマイル程度もいいですし、まあ購入して5年でも10年でも長く乗れると思いますし、まあ使い勝手のいい、なおかつ速いステーションワゴンが欲しいっていう人には本当におすすめの車です。はい、